ではリホニャンのグルミクチャレンジスタート。このフォトンメイデン TV さんに出させてもらってから、喋、りながらグルミクするの上手くなった気がする。おみんなちょっとずつ、おいいですね。あ、設定変えればよかった。あ、始まってしまいました。なんかさ、やっぱやりやすいってさ、あるよね、その流れてくる速度。いつもどのくらいでやってるの？結構ね、私早めに設定してて。そうなんだ。そうそう。じゃあこれはちょっといつもより遅いの？遅いから。そうなの？あ、私この速度結構早いなって思ってた。あ、本当に？やっぱそれぞれあるんだ。そう、なんかさ、この詰まってる感じがさ、苦手なんだよね。あ、でもリホニャングルミック上手なんですよね。そう、私はなんて言ったって、ランク79だからね。ランクで一生マウント取ろうって決めてるから。いや、ランクが何だって言うんだよ。そんなの今日の勝負は今日しかわからない。そうね。でもさ、やっぱさ、家とかでできてなくてもさ、外出てさ、こういう番組出るとさ、全然コンボとか続かなかったりさ、なんかね、そうそう、いろんな環境とかね、そう重なって。あ、私さ、この後さ、ここはるちゃん死んじゃった。ここ難しいよね。なんかもう諦めてきちゃった。頑張ってよ、頑張ってよ。すっごい連打が苦手でさ、ここすごい難関ポイントだった。やばいよ、はるちゃんできない。あんなに偉そうにマウント取ったのに。私もうゼロだよ。ランク79の加藤里穂奈さん。まあ、でもランクは79なんで。調子はどうだい？煽ってくる。調子はどうだい？悔しい。なかなかにさっきはコンボが続いてなかったようだけども。はい。あ、でも今いい感じですね。なんかさ、おゆちゃんと番組で一緒になった時にさ、こういう状況でもさ、しっかりと難易度高い曲をさ、コンボ続けてくんだよ。すごいよね、アイポンとかね。100万、今週の402,163ということで、私が勝ちました。なんかいつもとちょっと調子が同じ携帯じゃないから。言い訳か。悔しい。絶対勝てると思ったんだけどな。うんと開催中ということで、こちらはですね、キャラ決め抽選ボックスになります、はい。この中にね、いろんなこうキャラ名が、キャラ名というかこう役割が書いていまして、そのボールを引いて出てきたキャラクターで負けを認めてください。悔しい。絶対負けないと思ってたんだけどな。いや、すごい嬉しい。この中に入ってるんですね。はい、ちなみにフォトンは全員やってます。わっ、え、一番難しいやつ来たよ。なんでしょう。ジャーマネって書いてある。ジャーマネ、どういうこと？ジャーマネどういうイメージでジャーマネって書いてます？ちなみに。それでは加藤里穂奈さん、ジャーマネになって負けを認めてください。どうぞ。岩田さん、大変申し訳ございません。ランク79だったんですが、ランク55の岩田さんに負けてしまったということで、ランク79ですが、今回は負けを認めたいと思います。大変申し訳ございませんでした。なんか悔しい。というわけで、今回の D4DJ フォトメイデン TV、 リホニャンいかがでしたか？いや、もうずっと悔しい。絶対勝てると思ったんで、ちょっと早いうちに呼んでください。またもう一回決戦をさせてください。いつでも来なさい。ランク上げて待っときな。